ストライダー隊滑走路へ移動、速やかに出撃せよ。水面に手が届きそうだぜ。高度制限解除、作戦開始。今回はビュッフェスタイルのパーティーだ。反撃態勢が整う前に好きな皿を取れ。了解、食いまくってやる。トリガー、うまいもんは俺が先にいただくからな。至急至急、マギー4を探し、到達まで2分。さて、高級ハンバーガーはどこにある？前回は留守番だったからな。余った体にはぴったりのハイキングだ。さて、お任せください、シェパード中将。ドミノ作戦は順調です。敵の規模を上げてくれ。ミサイル発射。捕まえたぜ。海軍作戦部副長、マリアルスラー少将、座標を送る。
の死でエルシアの海軍戦略は切れ味を失うだろう。動いてる艦は抵抗が激しい。トリガー、ミサイルだ。目標に命中。ストライダー1が敵を落としたぜ。注意、敵に捕獲されている。撃墜だ。インタベル隊は大破よ。ストライダー1で壊滅状態だ。こちらシェパード中将だ。三本線が活躍しているそうだな。艦はオンシアに必要だ。それがこの部屋にいる者の結論だ。中将、私の予想した結果と違ったよ。申し訳ございません。ストライダー1、ラキアク港の造船所周辺の敵戦力はほぼ殲滅した。こっちに来てくれ。トリガー、強い酒も置いてやる。私一人じゃ飲みきれねえ。ピカニックどころかマラソンだったぜこいつ。さっきはハイキングって言ってなかったか。歩くのがハイキングの目的、食べるのがピカニックの目的だ。どっちが好きかは言わなくても分かるぜ。前方に敵艦隊を死に、この数がバーバンティに向かったらもしや北戦を強いられるだろう。さあて3機でやるか。いいな、カウント、トリガー、はいよ。一隻も港から出され、確認できる敵戦力の約3割を破壊した。いいぞ、続けろ。まだ食い足りねえ。そうだろトリガー。新たな敵地上戦力を確認した。ストライダー1、ミサイル発射。目標を破壊。ミグ31が4機接近中。迎撃交代だ。足が速い。大井310、高度2000。
ストライダー1、こちら。想像せよ、サルマニア諸君。一発で1000万人が救済される。教練、対空戦闘用意。対空戦闘用意。目標を破壊したぞ。ミサイルが避けて、ミサイルがやられている。作戦時間残り5分。メト補給に戻る場合は進路を維持。ミサイル接近。ブレイク、ブレイク。スライダー1、ミサイル発射。敵に後ろにつかれた。スライダー1、目すぎ。目標を破壊。ノックオンだ。潜伏先行が指示したヘリが全域外へ到達。フォックス2、レーダーに新たな UAV の反応あり。増援にしちゃ少ないな。注意しろ、何かある。補給に戻る場合は進路を維持。ストライダー1、ストライダー1、こちら。ロックオンされた。後ろをいただいたぞ。ミサイルを発射。敵兵器が本格進入してきます。目標破壊を確認。補給に戻る場合は進路を維持。警告。ストライダー1、ストライダー1、こちら完成。警告、飛翔体が高速で接近中。飛翔体だと。終末移動してる。 UAV から離れて。どういうことだ。まもなく到達。救済が。 UAV と動作表に順番。くらった。なんだって。何が起きた。まだ来るぞ。ストライダー1、ストライダー1、こいつどういうことだ。大丈夫か。続けて避雷。距離5番、軌道が修正されていく。トリガー離れろ。距離3番、まもなく到達。トリガー無視か。エース救済が必要なんだ。100万の死が。飛翔体はレールガンの砲弾と判明。発射地点は現在特定中。水平線の向こうからです。だから UAV に終末誘導をさせているんだ。次から爆発予測範囲をデータリンクする。戻るんだ。風船帰還率は 100% だ。了解、撤退する。残りは俺たちでやる。任せるぞ。サッカー0号よりロングキャスター、指定するヘリを攻撃してくれ。ゼロミア110番、対艦命令が発令されました。敵撃墜。ロッティーズ以外で亡くなったセンターの数が。ストライダー1、ミサイル発射。付近の敵艦隊の全滅を確認した。これだけの海軍戦力を潰すとは見事だ。敵砲弾を確認。到達まで10秒。補給に戻る場合は進路をそのまま維持せよ。ストライダー1、ストライダー1、こちら。まもなく到達。窮屈な空だぜ。ロックオンされているぞ。スライダー1、ミサイル命中。削り敵が入っていた。ミサイルが病気に声を打って。31、ミサイルを撃ってこないぞ。映像を付け替えずにスクランブル発進したんだ。ミサイルが撃てねえ辛さは知ってるぜ。だが手加減はしねえ。飛翔体を確認。到達まで10秒。飛翔体が遠方で爆発。安全装置か。ビンゴ、この手は使えそうだ。よし、ゼッキー、できるものはトリガーを真似してみろ。くそ、簡単に言いやがる。背中がガラ空きだぜ。敵機を撃墜した。ミサイルを発射。100万人死んだぞ。イエース、砲弾の飛来を確認。到達まで10秒。作戦時間残り1分だ。フォックス2、
ベルティアの高級商法が戦域外に投入した。敵の背後を取った。メコ。補給に戻る場合は進路を維持。ミサイル発射。作戦時間残り30秒。ソイダーは目標を保存。ミサイルを発射。敵砲弾を確認。到達まで10秒。タッカーゼロ4が指定した目標が全域を離脱した。飛翔体の誘導解除。背中がガラ空きだぜ。これ以上の作戦継続は困難だ。ストライダー隊撤退せよ。奇襲計画は完璧だった。パイロットの実力に問題があったと言わざるを得ない。水面に手が届きそうだぜ。高度制限解除、作戦開始。今回はビュッフェスタイルのパーティーだ。反撃態勢が整う前に好きな皿を取れ。了解、食いまくってやる。トリガー、スパイロンは俺が先にいただくからな。向こうの攻撃だけ当たるんだ。
少々。内容を送る。前期潜伏船からの情報をデータに移した。目標を確認できるものは撃墜せよ。こちらシェパード中将だ。本船が活躍しているのだな。調子で倒せ。敵が
殴り合いだぞ。敵を捉えた。飛翔体が高速で接近中。飛翔体など終末誘導してる。 UAV から離れて。どういうことだ。まもなく到達。消えすぎる。 UAV と同座標に着弾。くらった。何だって。何が起きた。まだ来るぞ。大丈夫か。続けて避難。距離5万。軌道が修正されていく。タリガ離れろ。まもなく到達。ミサイルから逃げ切れ。作戦時間残り1分だ。
ECMが強化されているのか。はいよ。わざと噂で攻撃が結論を狙う。
飛翔体を確認。到達まで10秒。トリガー、後ろにも気をつけろ。敵の背後を取った。トリガー、好きに飛べ。俺は勝手についてくる。ついてくぞ、意地でもな。信号が消えた。ゴードから見て墜落したと思われる。ざまあ見やがれ。ああ、問題は排除された。受け取りを送る。ジャムナエルジア軍は3本線が片付けてくれた。余計にはなったのだ。1000万人救済計画はエルジアを真の勝利に導くものと確信しております。小さなことを言うならもっと大きな救済だ。水面に手が届きそうだぜ。高度制限解除、作戦開始。今回はエフェススタイルのパーティーだ。反撃態勢が整う前に好きな皿を取れ。了解。やめろ、風神、やめろ、やめろ、やめろ、風神、それ。しきしょう、俺のコール。アンカーヘッド号の艦隊は壊滅し、潜水艦の合流も阻止した。所属不明部隊も撃墜。作戦は大成功だ。何が大成功だ。順調。コウモリどもはあんたを知ってる様子だったな。機関は混乱しているようだ。医師の診察を受けろ。今後出撃できるかは診断内容を見て判断する。やめろ。いい加減にしろ。 MP を呼べ。その通りだ。 MP を呼べ。エドワード参謀本部副議長。作戦終了後、アリコンは混乱するアンカーヘッド校に入港。短時間で補給を済ませ逃げおおせた。奴らの目的は合流ではない。我々がエルジア軍を追い払ったところで補給することだったのだ。まんまと敵の手伝いをする形になってしまった。だが問題は我々が間抜けだったという点だけではない。ノース分析官、説明しろ。潜水艦の沈没から生還したクルーは330名、うち300名は今も潜水艦に乗っています。下船した30名の一部または全員がアリコーンのための工作員になっていると分かりました。発
破壊工作、諜報活動、サイバープロパガンダ、偽情報のルフ。受賞、エドガー・サクソン、またはズールという名前に聞き覚えがありますか？彼はアリコーンの元乗員でした。あなたが情報源として使っていた男です。クレメンス准将、君は愚かな男だ。その上、作戦中の通信は君が裏切り者であることを示唆している。それに関してはシェパード中将にご確認ください。ご回答わかるはずです。中将は作戦内容の責任は全て君にあるとおっしゃっている。何度も言わすな、MP を呼べ。その必要はねえ、このクソ野郎。今回の作戦で重要な情報が手に入りました。例えば敵の遠距離対空攻撃の砲弾はディプレスト軌道だった。これを見て。推定されるレールガンの出力エネルギーは最低でも500メガジュール。これがミニマムエナジー軌道で発射されれば3000キロは飛ぶ。彼らは手法以外に強力なレールキャノンを隠し持っています。まるでストーンヘンジだぜ。動くストーンヘンジか。それとこれを。アンカーヘッドでのアリコーンの停泊時間は約10分。 SLBM を積める時間じゃない。積んだのはもっと小さい。小さい小さい。でも強力な兵器とは何？戦術核兵器。惜しい。正解は戦術核砲弾。核砲弾？バカな。おいおい、正解でいいじゃねえか。いや、今のは砲弾ってとこがミス。静かに。大陸の東海岸にある基地が狙われる。目標はオーシアの首都オーレットです。そんなことしたら核戦争だぜ。では問題。核抑止が成立しない代表的な状況とは？おいクイズ野郎、いい加減にしろ。テロリストによる核の使用。正解。すげえなスカルト。トリビアゲームなら得意だ。だが俺たちが追ってるのはエルジアの潜水艦だ。テロリストじゃねえ。いや、分析官は正しい。司令部によるとエルジアはアリコーンが反乱を起こしたと言ってきたらしい。当該潜水艦の行動とその結果にエルジア軍は責任を持たないだそうだ。くそったれ。やはり敵はオーシアの首都オーレットに核を撃ち込む気だ。分析官、問題だ。俺たちの敵は一体何者だ？正解はテロリストか非正規軍です。でも僕はこう呼んでます。絶対に止めなくてはいけない敵。正解だ。